ハナフルっていうんだけど、そこで、中山さんがいる市役所のシボラ、ボランティアサークル、はい、市役所にシボラって初めてシボラって聞いた時に、うん、何そのシボラってそうそう、みんなそう言いますね、うん、なんか何か間違ってんのかなと思うんだけど、そしたら市役所ボランティアサークルの、まあいいですね、うん、略だって、うん、冷たいやつだって言って、そうで、市役所にそういう組織ってどこの市町村にもあるの？いや多分ないと思いますね、特にボランティアに特化したそういう組織は多分なくて、うん、まあ、僕もボランティアサークル最初立ち上げから携わってたんですけど、うん、もうやっぱりみんなでこう街に出ていこうよっていう、うん、そういうのがコンセプトでできたんですよね、うん、で今僕で4代目の代表になってるので、うんうん、すごくやっぱりいい活動だなっていうふうに思ってますね、うん、一番大きいのはね、ゴミゼロ、ね、ゴミゼロクリーンウォーキングですね、うん、5月30日に恵庭市内の5000人以上かな、そんなに、うん、5000人でゴミ拾いってすごくね、うん、人口7万ぐらいなんだぜ、ね、それ僕自分が今廃棄物管理課に行って初めて知ったんですけど、うん、初めてというか改めて気づいたんですけど、綺麗な街づくり条例っていうのがあって、うん、その中で5月30日に、うん、イベントやりますってなってて、はいはい、その条例に基づいてやってるのが、うん、シボラなんですよ。そうなんだ。そう、そんな固い話だったんだっていう。元はそこだったんだと知らなかったわ。へえ。もうゴミゼロもね、去年ちょっとやっぱりコロナのでできなかったんですけど、もう20回近く。そうですか。うん、長いよね、うんうん。結構これがね。歩くのさ歩いて遠くまで、マッチスポットはマッチスポでは出てないかな、うん、これ個人だったりシーニックだったり、うん、シーニックとかでね、うん、出てもらったりしてるかな、そうですね、うん、恵庭地区、恵みの地区、島松地区でテクノパークって、工業団地のところで4つでやってて、本当今最近だと自衛隊の人もいると思う、うん、恵庭の方、南駐屯地の人、うん、で島松の方は島松の保健所の方から来てくれて、うん、ガチですね、すごい速そう、すごい距離歩いてくれますね、いやなかなか歩くし、でも結構面白いといえば面白いんだよね、そうなんですよ、ゴミ拾いするってことはかなりあっちこっちこうキョロ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 しながら歩くから、うん、普段見ないものを結構見る、うんうん、でそれもコンセプトが、市の職員と町のそのいろんな団体活動してる人が喋りながら、はい、で今何やってんの、どこにいんのとか、どういう活動してんのって話しながらやりましょうっていうのが一応コンセプトではある、すごいですね、うん、結構話もするし、ね、話ありきがいいですね、いろんな本当にいろんな団体が来てくれるんで、あ、恵庭にこんな団体あるんだねみたいなのから市の職員も知るし、うん、活動してる人たちも、あ、こういう仕事してんだねっていう、そういうのがすごいなっていうふうに思ってますね。市肉ナイトはどうですか？いや市肉今回良かったですね、うん、市の職員あんな来てくれると思わなかったんですか？そう、すごい人数来てくれた、最初は15人ぐらいかなって言ってたんで、そうそうそう、なんだかんだで30人近くいた、30はいた、だって市長からのビールが足りなかったから、あ、そうかそうか市長から、ね、せっかく差し入れもらったけど、そうそうそう、足りなくて配るに配れないみたいなそんな風になってくる、30人本当子供たち含めたら35、6人とか乗ってたと思うんです、うん、みんなね、周りの人たちね、うん、今年の高校生ちょっと違うみたいないつも高校生に手伝ってもらってたのを、今回コロナがあって場所を市役所が、シボラが今までやってた場所と高校生がやってた場所を変えてもらったので、俺のところにシボラの人たちが来てやったんだけど、なんかね、結構若手が多いし、なんかキャーキャー言って作ってるところがあって、うん、高校生？大学生？みたいな、市の職員とは誰も言わなかったねいや、市の職員だし、市の職員もでも本当20代の子とかから、40歳ぐらい、50歳近い人たちも参加してくれたし、すごい今回良かったなと思った、う
本当にドローンとかで空撮とかもしてたし、すごい多分綺麗に生えたんじゃないかな、風もなかったし、はい、うん、ね、なんか楽しそうだったからね、すごい良かったなと思って、うん、ね、うんうん、自分たちでお花作ってみたりとか、花振るって文字作ってみたりとか、本当にやっぱり市の職員がこうやって自分たちゼメントで出ていくって町の活動するっていう、そういうのが本当に恵庭の職員ってあるんだなっていうのを改めて今回思いましたね。なんかすればするほど愛着出てきますよね。そうなんですよね、やっぱり僕らもそうだし、住んでる方々もその活動に携われば携わるほど、やっぱどんどん愛着って湧いていくんですよね。そういうのが恵庭ってそういうのがあって、それこそ、この前、出てもらった土屋さんとか、はい、花の町づくりとか、そういうのもやっぱり自分たちがやって、で市の職員がそこにデメントで参加してっていうのがこう服装していったがゆえに花の町づくりっていうのは多分あると思うんですよね。で、まあ、多分めぐみのニュータウンとかってニュータウンだから、いずれオールドタウン、ゴーストタウンになるんじゃないかっていうのが、それをこう花で綺麗に飾ったら家は古くなっても街並みは綺麗にっていうコンセプト、そういうのを持って、でめぐみの地区ってやっぱり今でもすごい住みたい地区で荒れてるのかなっていうふうに思ったりしますね。めぐみのはね、だからできて40年ぐらいかな、うん、で新興住宅地でガーって一気に造成して、そしたら大体そこに入ってくる人って30代から40代中ぐらいまでの、だから近い、すごい近い人たちが一気に入るから、そこの30年後40年後ってすっごいことになっちゃうんですよ。だから今恵庭市内では多分恵みの地区って一番高齢化はしてるんだけど、じゃあ町としてどうなんだって言ったら、その高齢化してゴーストタウンになってるかっていうと、とっても活気がある、全然そんなことはない。だからなんだろう、バブルの頃に、そうやってできた新興住宅街の中で、完璧な成功例だと思うんだよね、だからそれってなんでなのっていうのをしっかり検証して、同じようなことを、そのエッセンスをちゃんと拾い上げてやっていけば、どこの町もうまくできる可能性はある、だってさ、ね、商店街庭に3カ所あるけど、めぐみ野の商店街はダントツで平均年齢も若いし元気だし、平均年齢30中って言ったら、そんな商店街ないから今、北海道中っていうか日本中見てもなかなかないから、しかも綺麗になってて、本当に歩きたくなる街、恵庭って特にその平坦な街だから坂がないから歩きたくなるんですよね、それをこうめぐみの地区っていうのは、さらに増やしてるんじゃないかなっていうますよね。まあバブルだっていうのもあるけれども、宅地に対しての公園の面積がすごい広いし、その町のど真ん中に公園を端から端まで通してるし、本当にど真ん中に図書館とか公園の広いスペース取っててって、よく作ったねって作った時は、なんで駅前に図書館ないんだって、っていうような、普通は駅とくっつけるでしょっていうようなのがあったみたいなんだけど、だからかなり斬新なコンセプトで作ったみたいだし、なんだろう、今の商店街も歩道幅はすごい広いけれども、そこら辺もやっぱり普通は今あそこまでの歩道幅、街づくりでできない、やっぱりこの宅地も大きいから、だから庭もやっぱり、手入れしようと思うだろうし、そうですね、やっぱりアスファルトでそのままバーってやっちゃうよりも、やっぱりちょっと飾ったりっていうのがあると、本当に景観として全体としてこう綺麗な街っていうのが出来上がっていくんだなっていうのをこう実証してますよね、それを やった人たちって、もう特に市は退職してるし、だいぶこれだと思うんだけど、直接聞いたわけじゃないんだけど、俺の知り合いの市役所の人がやっぱり気になって、どうしてこういう作り方をしたのっていうのを聞いたら、意味のないスペース、市民が何かを始めるような空間を作るっていうのを
頭に入れてたっていう。うん、すごい。それってすごくね。すごい。ね。あ、そうだから普通は大体そういうのって、これはこれをやる場所、これはこれをやる場所っていうような作り方だけど、そうではない空間もちゃんと用意してある。うん、で駅前のこう花壇今たあるけど、それなんかは本当に多分そうだと思うんだよね。うん、あれ花壇全然やってくれなかったらしいから最初に市がで、うん、そのスペースだけ空いてるから、しょうがなく商店会とか町の人たちがそこに花壇を作り出してる、うん、花を植え出してるから、あえての放置だったんですね。あえての放置っていうか、まあ予算がなかったでも予算がないからって作らないんじゃなくて、ベースは作ってあったからできたんだよね、その後ね。だし歩道幅広いから歩行者天国とかそんなことしなくてもある程度のイベントできるんだよね。うん、それってすごい楽じゃないですか。すごいですよね。うん、他はそうしなかったんですか、恵みの以外は。まあエリアの中では恵みのが一番新しいっていうか、他はもう、うん、旧市街だから駅前とかはできてたからね。でもそうだな、部分的な開発とかはやってるから、うん、そういうところでやろうとすればできたかもしれないけどね。うん、今例えば花降るの後ろの住宅地とかはすごい広くとって、うんうんうん、であそこもこれからどうなってどう育っていくのかがすごい楽しみだったりもしますよね。うんうん、そう言っていい？うん、いや行政ってさ、うん、検証しないんだと思うんだよね。だから今言ったように。ああ今の恵みのは知ってるけど、うん、どうしてそうなったのっていう検証。あ、確かに、うん、だからいい事例とか悪い事例があった時に、うん、どうして悪くなったの、うん、どうして今ここ商店街さびれちゃったのとか、うん、どうしてこっちうまくいったのっていうのは、うん、やっぱ探せば、うん、あの根っこって見えてくるんだよね。うんうんうん、それはでも僕今回、まあ、あの呼んでマスターになれたあの公共政策大学の、はいはいの方で結構深掘りはしていって、うん、検証することのこう大切さだとか、うんうんまあ、それをちゃんとこう、まあ筋体系立てて考えていくっていうのはすごい、学びとして得ましたね。例えば、一つのこう何か物事をやっていくときに、まずやっぱり現状ってどうなんだろうっていう、で理想ってどういう、うん形なんだろう。じゃあその、 現実と理想とのギャップを埋めるのが、行政でいう政策みたいなものであって、そのまず現状把握をちゃんとして、で理想をこういうふうに持って、でそれをこう埋めていく作業、ギャップを埋めていくような作業、でそこにいろんな人の意見が入ってきて、で多少理想は形が変わっても、根本としての理想はずれてないような、ものになっていくっていう、そういう考え方をしなさいよっていうのはすごい大学院で学んだことかもしれないですね。うん、なるほど。大学院の話が出たけれども、もう卒業は決まったんです。3月の5日に終了できるかどうか発表が。終了できないっていうのはどういうことになるんですか。終了できないってなるともう1年。あ、やっぱそうなんですね。やっぱ普通に留年っていうのなんですね。っていう形です、ね。何をもってジャッジされるんですか。一応、取得単位とあと教授会とかで測っていくのかなにはなると思うんですけど、あいつは何なんだってなったら、いや実は今日のこの生配信も、大学院の同級生たち見てくれたりとかしてるみたいなんで、本当は来たかったらしいんですけど、ちょっと札幌から来るのは今はちょっと難しいかなって言って、俺今先生が見てチェックしてたかと思ってそんなことは教えてない。そういうんじゃなくて、まあ、それでだから、今回恵庭の多文化共生のまちづくりっていうので、1年間恵庭の面白いですね、をこう政策提言をしてもらった人たちが、やっぱり恵庭でこういう風なのがあるっていうので、やっぱ恵庭ってこうすごい市民活動とか盛んな町ですよねっていうので、どうしても今日来てその雰囲気を味わってみたかったって言ってたんですけど、それがちょっと
ごめんなさいできなくてって言って、生配信見てって、あれだったらあの配信してる方にこうなんか書き込んでもらえれば、そう、誰かがきっと読んで、教えてくれるでしょう。そうすごい本当にあの大学院生の同級生たちが、うん、すごい幅広い世代の人たちが集まっているので、うんうんうん、それもすごい学びにもなりましたし、何人ぐらい一学年30人なんですけど、社会人学生が10人、うん、で、大学生上がりの子たちが10人、うん、で留学生が10人、うん、まあ、30人留学生も、うん、まあ、30人の、大体一学年構成、うん、で そこの中で一つのこう物事をけんけんがくがくとこう、うん、いろんな議論をしていくんで、うん、今の現状はこうだよねこうだよねって、うん、で理想はじゃあこうじゃないこうじゃないっていうのをこう積み重ねていくので、うん、その話だけ参加してみたい聞くだけでもいいからみたいな、多分恵庭の今回の多文化共生の街づくりも、うん、すごい多分いろんな議論があったと思うんですよね、うん、でそれぞれ最終的にこうパート分けして市民、活動団体に行く人とか町内会の、ところに行く人とかっていうふうになんかパート分けはしたらしいんですけど、うん、それぞれがこうそれぞれの形で恵庭に刺さってきたみたいなので、うん、すごいそれも、楽しかったっていうふうに言ってくれたし、逆にあの市民活動団体、まあ、市民活動センターのコスミさんとかが、うん、はいはい、今まで来た大学院生の中でこう一番しっかりしてたわおコスミが褒めるだろう、そう言ってくれたりとかすごい良かったなって思いましたね、うん、そもそもでも、うん、なんで行こうとしたのって、うん、そう、大学院は、ちょっと自分が、病気しちゃって、でその時に改めてこう、うん、今まで学んできたものって、こうどうだったんだろうっていうのをちょっと一回振り返ってみたくて、でそれでたまたま、小磯先生って、今北海道観光振興機構の一番偉い人なんですけど、はい、から中山さん、あの公共政策大学院で学んでみないかいっていうふうに言ってもらえたんで、あこれはちょっと何かの縁だろうなと思って受験してみたっていうのがありましたね、うん、じゃあもうちょっと自分の思ったよりもこうなんだろう、学問じゃなかったんですよ。あそうですか、うん、あの実学だったんですよね、あの本当に今までのこう国の歴史だとか、うん、そういうのを本当は仕事で学ばなきゃいけないのに、うん、そこからちゃんと振り返って今がある、うんどういうのがあったから今があるっていうのを学ばやなきゃいけないのに、うん、それをこうすっ飛ばして今のことに追われてた、うん、自分がこう、はい、ちゃんと過去のことも振り返って体系立てて考えれたっていうのがあって、すごい実学、実務に近かったっていうのが、うんちょっと行ってみてびっくりしたところでしたね。分かるような分からないようなんだけど、うん、いや学問じゃなかった、そのなんか、うん、本当にあの職場の人からも、うん、お前そんな机上の空論学んでどうすんの、うん、とかっていうふうにも結構言われはしたんですけど、うん、そういうこと言うんですか、そういう人がいるんですよ、にこやかにいるんですよ、はいなんですけど、いやそうじゃなくてどちらかといえば、実務に近かったっていう、でもそれはプレイヤーがいっぱい必要としてるからってことですかね、世の中がそう、うんうん、っていうのは、うん、自分自身も、石狩のスポーツの街づくりっていう提言をしたんですけど、それのこうあのやっていくプロセスが仕事のやり方と一緒なんですよ、うんうん、先進地察してで、うん、じゃあ今の、自分の町に足りないのはどういうところだろうとかっていうふうなのを学んだりして、で最後提言して形にしていくとかっていうのがあったんで、それがすごい、あ本当に仕事なに直結するんだなっていうのは公共政策大学に行って、まあ、びっくりしたことの一つですね。それはでも本当なら役所なら、うん、それはそれぞれの市町村でやってなきゃならないことなんだよね、うん、だと思うんですけど、多分、うん、これ僕の勝手な想像なんですけど、うん、そういうのをこう学べてる人は、自治大学校って、はいはい、地方公務員の人たちとかが行く大学校、そういうところに行った人っていうのは多分そういう考え方を学んだりしてるけれども、うん
そうじゃないとなかなか、仕事しながらっていうので、体系立てては学んでないかもしれないですね。そういう人増えたらいいですよね。そうですね、時間かけてもいいから、やっぱりなんだろう、新卒で入ってからでもいいから、それはちゃんと研修というか、もうちょっと普通の研修より長く、やるべきかなと思うんですよね、っていうのはそうですね、行ってみて感じたし、本当に、あともう一つやっぱりびっくりしたのが、こうなんだろう、新しいこう技術をこう入れていくときって、考えなきゃいけないことの中に、ベネフィット、利益になることがあって、でそれ利益っていうのは多分利益だけじゃなくて、そこにリスクがはらんでるはずなんですよね。でそのリスクをどれだけこう最小化できるかとかっていうのを、新しい技術を入れるときは考えなきゃいけないんですよっていうふうに言われて、でそれのまあいい例って言ったら あれなんですけど、パッと皆さんが原子力政策って多分最初安くこう電気ができますよ、でリスクはもうありませんからっていうふうにリスクを最小化したと思うんですよね。で利益はこんなに大きいですよっていうふうに出したんですけれども、その、最小化したリスクが顕在化しちゃったっていうのは福島の事故だったりすると思うんですよね。っていうのがこう新技術をやるときって必ずリスクがはらんでるっていうのを考えなきゃいけないんですよっていうのは、ああなるほどっていうふうに、それね、小さい話だけど、なんだろうな、例えば、昔は今みたいに市役所が子育ての支援ってそんなにいっぱいやってないから、で保育園とか幼稚園行く前の子どもとか、そういうのってお母さんたちのサークルみたいのっていうか、がお母さんたち、近所のお母さんたちが一緒に共同で子供を見て、会館借りてとかって、そういうのなんていうんだっけな、子育てサークルみたいなのかな。でもそれってお母さんたちのコミュニケーションも取れるし、地域 の、近所の人たちだから顔持ちになってるし、プラスってすごくあるんだけど、それを行政が、はい、0歳から何歳までの子たち行政で見ることできますよ、預けるだけですよって言ったら、その組織って今エニワにないよね、そういう、そう、なくなっちゃうの、だから、サービスをすることで、本当は残っているべきっていうか、残すべきものがなくなる可能性がある、だそれを考えないと、なかなか何でもやってくれって言われるから、行政サービスだって言ってやると、本当にそっちの方が俺大事だと思うんだよね、コミュニティを作っていく上で。町内会もよく町内会忙しいから、これそっちでやってくれよ、市役所でやってくれよっていうのを何でもかんでも市役所がサービスだって言ってやると、市民はどんどん弱っていく、道とかもそうですよね、道路とか舗装にしてから市民活動がなくなってるなんて言いますよね。だからそれってやっぱり何かをやるときに何が起きるかっていうのが入ってないとダメよねっていうのと、あともっと面白いのを俺喋っていいのかな、本当に。はいはい。やばい、話したくてしょうがない。プレゼンターってのがあって、でそれってお母さんたちが、まあ行政は関わってるんだけど、行政の人はあんまり深くタッチしないでサポートで、お母さんたちが、自分たちで子供たちの、どんな遊びをやったらいいかなとかっていうようなことを考えたり、子育てについて話し合ったりっていうのを週一でやっていく、だから実際にじゃあ、新聞紙ぐちゃぐちゃして遊ばせてあげたいだとか、もうベッタベッタ手でペンキ塗って遊びたいとかでやらせて、じゃあ私担当でやるわってやって、で反省会やって、これ面白かったからまたやろうかとか、これもっとこう変えれるかもねっていうのをやって、また翌週っていうのを繰り返していくと、お母さんたちってその後まちづくりやる人に変わってるんですよ。そうなんですよ、ね、そうなの。なんか本能なんですか。本能っていうより、なんだろう、話し合ってれば楽しいから、多分疑問をこれっておかしいよねとか、そういう共有をしてったり、これって本当はこうした方がいいよねって、で自分たちが子供に対してやってるのと同じように、他の問題に対して
こう疑問を持ったり解決策を考えたりってするようになっていく気がするんだよね、うん、だからね、そこからママカフェっていうカフェができてみるとか、うん、カラピナっていう情報誌ができてみるとか、うん、町内会活動とか PTA 活動に参加していくとか、うん、でもその最初のプレイセンターっていうのは子育て支援なの、うん、だから市民活動センターがやってるわけじゃないの、うん、だからその人たちが市民活動をやってるよっていう評価は行政的にはしない、うんうん、じゃあ子育て世代ってどん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 入れ替わっていったりするから、はいはいはい、まあ、0歳から2歳まで見てた人たちが今度、小学校上がっていって、うん、で今度 PTA の方に入ってったりとか、うん、いろんなこう場が移っていくから、うん、なかなかその、世代をこう繋いでいくっていうのも難しかったりするのかなって思いながら、でも今の PTA の結構中核だったりするのがそのプレセンターの人たちが結構いたり、僕も去年までエニア小学校の PTA やらせてもらってましたけど、今の PTA の会長やってる方とか今日いらっしゃってますけれども、がそのプレセンターいたりとか、そういうふうにどん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 やっぱり、まあ、やる人も変わっていってるっていう、いうのがあって、うん、だから市民活動とかそういうことをやる人いないいないじゃなくて、やる気になったらね増やせるんだ、うんうん、行政ができることって今活動してる人を呼ぶことはできるんだけど、うんうん、今何もしてない人を活動する人に変えるっていうのは、うんうん、まあ、どこもそうなんだけどすっごい難しいんだけど、うん、でもそれってちゃんとやる手段はあるんだなっていうのは、うんうん、そのメソッドってどこにでも当てはまるんですか、隣の市とか。あ、当てはまると思うよ、うん、当てはまると思いますね。でもエニアはやっぱりそういうのをこう助けてくれるツールがすごいあるし、で、まあ、先人たちで泉谷さんとか久保さん、まあ、久保さんももう先人にしちゃうんですけど引退したい、そういう人たちがいて、で、まあ、今回のお仕事場とかで言えば、ね、西川さんがまず出てもらって、で先週ズーちゃんが出てくれたりとかして、うん、これからの恵庭の街づくりをこう担っていくような人たちっていうのが ほらこうやっているじゃないっていうのがすごい、僕は本当になんだろう、これを言ったらあれなんですけど、こう自分たちが市の職員も手弁当でこうやって、最初の話じゃないけど市に行く行ったりとか、そういうふうに町に僕らが出ていかないとそういう活動してる人たちに出会えない、そこで出会うと絶対に、民間の人と僕ら公共の人とが合わさって物事を考えて、いわゆる公民連携みたいなのが、進んでいくとすごい可能性を秘めると思うんですよね。でも、これも大学で学んだことなんですけど、公共と民間ってやっぱり絶対に、越えれない壁っていうのがあって、なんだろう、例えば交渉一つ取ってみても、民間の交渉って多分10か0か10のものあったら、はいはい、こう取り合って10ゼロになるんですけど、それは民間の交渉で、公共の交渉って10あることを、例えばちょっと、自分は一歩引いて、それをこう相手に渡して、でプラスすれば10になるものを10とか15とか20とかにするような交渉の仕方を、だから絶対10ゼロゼロサムみたいな話じゃなくて、プラスサム、その10を増やしていくようなのが、公共の交渉だと思うんですよね。で、だから民間とやっぱり、公民連携って言いながら、必ずしも一緒に考えちゃダメっていうのも、これも大学院で学んだことですね。からの時代って割とそっち寄りじゃないですか、うん、NPO とか公共とか民間とかごちゃ混ぜで資本主義には届かなかった、うん、あれこれ暗いとこをキラキラまぶしていくみたいな、うん、風にしていかないとなっていう感じですよね、うんうん、特にだから民間って言ってもその大手資本とかだけじゃなくて、やっぱりそこの町で住んでる人たちがこう課題に考え、課題に思ってることとかをどうやって解決していくのかっていうのを、僕ら行政の人たちと、町づくりをこう地域で担ってる人たちとか一緒に考えていかないと、共にこうやっぱり歩んでいかないと
良くはなっていかないかなとは思いますね、うん、でもそれは恵庭にはこうやって西川さんがいたりズーちゃんがいたりとかっていう風に、まあ、来週井内さんがいたりとかっていう人たちがいっぱいいて、で市の職員でこうやって出ていく人たちがいて、だから可能性は恵庭にはもっともっと広がっていくんじゃないかなと思いますけどね。そうよりはあるんだな。そうそう、それがなんか不思議です。面白いですよね。俺よそ知らないからな。そうだけど、うん、よその人にすると恵庭市の職員って話しやすいよねって、うん、みんな大体言うし、あの恵庭でうちらみたいなことやってる人は、うん、なんでやってんのって、うん、いないよこっちの町とは言われるんだよね、うん、でも自覚はないっていうか、これが普通じゃん恵庭だと、うん、そうなんですよね、うんうん、だからやっぱりこの志保らの活動も、まあ、細々と続けてきたのもやっぱり、町に飛び出そうねっていう風なのが、うんまあ、息づいてきたから、つながってきてるのかなっていう風にも思ったりしますよね、うんうん。昔ね、俺なんか異常に恵庭市の職員の人をよくいろいろ知ってるんだけど、うん、もうなんか出張所作ったらいいんですかね、とデスク。それってきっかけがあって、もう10年ぐらい前か、もうちょっと前かもしれないけど、うん、市役所の中に記者室ってあるじゃないですか、うん、あ記者室って市役所の中だけど違い保険なんだよ。いいですね、そういうの、うん、いいですね、うん、だからまあ今は無理だと思うけど、うん、記者室だけは禁煙じゃなくて喫煙 OK だった。そんな時ありましたっけ。あったあった。で当時の北海道新聞と千歳民報の記者がすっごいいい人たちで、はい、みんなその人のところに話をしに行くんですよ、うん、市民は、うん、でそこで話をしてるじゃない、うん、何人か、ね、でそこにタバコを吸いたい市の職員がやってくるのよ。で話してたら、うん、いやこれこういうの困ってんだけどさっていう話をこうしてたら、うん、記者が教えてくれることもあるし、うん、他にそこに来てる市の職員の人が、うん、それでそこで誰だかに聞けばできるよとか、うん、そのまま呼んできてやるって言ったり、うん、一緒に行こうって言って、うん、もうすっぐに話が解決してくるそれで、うん、すごいすごいタバココミュニティですね。そう、すごいサロンだ。そこですんごい人脈ができたの。あの言い方悪いかもしれないけど、市役所に相談しに行くときは、うんそこの部署に相談 しに行くんじゃなくて、うん分かってくれる人に相談をし、うん、人に相談をしに行くから、うん、だから、うん、その人が誰かって分かることってすごい大事。そうですね。そこで学んだんで、うん、市役所が市民活動センターみたいのを作りたいって話をちらっと聞いて、うん、久保さんどういうところにどういうのがいいと思うって言うから、うん、それは市役所に居酒屋作った方がいいじゃんって言ったら、もうなんかもうスーって言うと却下みたいな。俺本気だったのにと思って。いや、いいアイデアですよね。とても市民も来て飲めばいいですよね。そう、仕事バーやってればいいのさ、ね、そうです ね、いや、絶対こういう話をするっていうのって、うん、あの絶対無駄にならなくて、うんうん、まあ、さっき あの久保さんの話じゃないけど、こうどっかにこう最近僕自分の仕事の中で心がけていることが、うん、余白を作ること、はいはい、例えば、1枚、何か案内を作るときもギチギチにしないようにしようっていうふうに考えてて、余白ってやっぱり大事だったりするから、そういうのが、これからも続いていけばいいなっていうふうに思ったりしてますね。大事大事。語りすぎない、うん、なんか小樽に仕事バーのお医者さんバージョンやってるんですって。ドクターがここに立って、はい、市民がこうお酒飲みながら健康相談とかを、うん、お酒飲みながら、そう、だから市役所もやったらいいんですよ、本当に初、うん、何バーになるんだろう。いや、本当ですよね、出張するよ。ちょっとそれるけど、うん、ほらマスクの自販機とかね、 あれとかもすごく恵庭らしいなって思って。恵庭らしいですよね、はい、うん、何それ知らない。マスクの自販機がコーラとかと並んでて、うん、缶に入ってマスクが、あ、市役所の中に、はいはい、そうそうそう、あ、よくないですか、そういう臨機
機応変さ、うん、でしかもあれちょっとクスって笑わせる感じ、売り切れになってました、ね、一回そうですか、やっぱ忘れた人がそうそう忘れた人売店を置けないからっていうので始めた、うん、冷たいって書いてるんですよちゃんとホットとアイスとはなくないホットはあったかなどうでしょう、冬はねあったかい方がいいですよね、うん、まあ特にだから何だろうな、そういうふうな僕らの仕事ってあの今回こう3月で優待される、穂積教育長がよく言ってくれてたんですけど、僕らの仕事ってやらなければいけないことをやらなきゃいけないし、やってはいけないことはやってはいけない、でもやった方がいいこと、やらなくてもいいこと、この4分割ぐらいなんだよって、やらなければいけないことを、まあ、やった方がいいこと、やらなくてもいいこと、やってはいけないこと、でこの両脇にあるものは絶対に、守らなきゃいけない、あとはそこのやった方がいいことをどこまでできるかっていうのが僕ら行政に求められていることなんだよっていうふうに穂積教育長がよくおっしゃっていただいてたっていう話を聞いて、その考えすごい僕あすって自分の中に入ってきて、あどこまでこう自分がやった方がいいかっていうのは僕らに任されてんだって、それが行政の一番の醍醐味だよっていうふうに言われてて、で多分マスクの自販機なんかやらなければいけないことではなかったと思うんですよね、まあ、やった方がいいことの部類だったと思うんですけど、それをこう形にしたとかっていうのってやっぱり、まあ、それも一つの絵にわらしさだったりするのかなって。そうだね、うん、まあ、それもきっと担当者が違えば、まあ、そうそうやったりやらなかったり、そう担当者が違えばやらなければいけないことはやります、やった、うん、やってはいけないことはやりませんっていうだけで終わっちゃう人もいるだろうし、まあ、そこはでもそこはそれぞれ人だから、うんね、人がやってるっていうのがあって、うん、なおさらいいのかなって、うん、分かる分かる、うん、でもなんかその行政の醍醐味を知りたくて大阪からはるばるいらっしゃったんですか？いや、あのたまたま大学で、大学入る前か、はい、あの動物のお医者さんっていう漫画があって、はい、シベリアン、あの、うん、H 大学に憧れて、あ H 大学に行きたいって思ったっていうのは一つと、あと三浦綾子さんの本が好きで、北海道の話が多いじゃないですか、うん、でそれで北海道に憧れを持ったっていうのがありますね、うん、で北海道に来た、うん、でじゃあなんで恵庭市なのっていう話があって、もともと僕が生まれ育った町っていうのも、泉沢 の隣の実は熊取町っていうところなんですけど、はい、ニュータウンなんですよね、ですごい田舎なんですよ、うん、で北海道にそこに一番近い町ってどこだろうって考えた時に、空港がそばで大都市がそばでっていうところを考えた時に、そうちょうど恵庭が良かったっていうのと、まあ恵庭に友達が大学の野球部 あの友達が恵庭出身だったっていうのが縁で、恵庭受けないかって言われて受けて恵庭に来たっていうのが面白いですね、一応そういう選択の仕方をしたんです、そうそうそう適当ではないですね、なるほどでも採用も僕らの時なんて本当になかった、平成14年なんて事務、まあ、そうですよね、事務職同じ世代なので分かります、事務職一人ですよ、うん、今20人30人取るもんね、あそうですか、そう僕しか事務職浮かんなかったんです、うん、マジっすかうわすげえなっていう、そんなだそれから 2,3 年採用なかったから、うん、僕市役所の中でずっと一番下とかでしたね、そうでもその一番下っ端だったからすごいいろんなことを教えてくれる人がいたし、あれもやれこれもやれって言って、で将来はお前下田の代表だみたいなのとか、まあ、あと労働組合の方もまあやれとかっていうので、いっぱいこういろんなことをやらせてもらえたっていうのも今の自分を作ってるなっていうふうには思いますね、そうですね、そっか、あれだけいる市役所の中で一番下を3年間ぐらいやるってすごいと思うよでもやっぱり当時まだ市の職員600人超えてたので、こういろんなことを教えてくれる先輩がいて、例えばあの公用車に乗って
ここ昔はあのなんとかだったんだぞとかっていうのとか、あのいろんな公共施設に行ってちょっと何々さん、コーヒー飲ませてよとかっていう、そういうのをやってくれた先輩が当時はいたかなっていうふうに思ってて、で今どんどん市役所ってあの世代交代、こう若い子たちすごい平均年齢下がってきてるんですよね。でその時にこうやって教わった自分が今度教える番だっていうふうに思ってて、で今日も、わざわざ来てくれたりしてる、後輩たちも来てあのいて、でそういう子たちにいろんなことを教えていきたいなっていうふうに最近は思ってますね。今は職員何名ぐらい？今530人ぐらいかな。でその中に消防だとか消防もいて、そういう人たち除いて、はい、で正職員だと430人ぐらい、400人ぐらいだとね、もうほぼ顔と名前は一致するんで、だけど最近30人ぐらいをここ下手したら 4,5 年ぐらいそういう感じで取ってる。そうそうそう、 4,5 年じゃない、10年ぐらいですもん。10年ぐらい、うん、だからもうだからここ数年で、ここ数年でだから3分の1から半分ぐらいは半分変わってますね。半分ガバッと、どんだけ人変わるのよって、段階の世代がいたってこと。段階の世代がいたんですね、庭は、うん、にしてもすごいよね、うん、だから急激な、変化があるから、うん、いい方に行くのか悪い方に行くのかっていう、ね、うん、でもそれはこうやってシボラみたいな活動とかがあったりとかして、うんうん、でやっぱり市民、恵庭市の職員はサラリーマン公務員じゃないんだよ、恵庭の、市に一緒にこう住んで、一緒に自分も子育ても多分やっていくだろうし、自分の育ちもあるし子供の育ちもあるし町の育ちもあるしっていうのをこう感じれるのが恵庭市の職員の多分醍醐味だと思いますね。ちょうどいいサイズですよね。そうなんですよね、うん、本当に、うん、なんだろうな、僕も子供が今中3と中1でいるんですけど、はいはい、この前あの子供議会とかあった時とかも、娘の同級生とかが来てたりしてたから、うん、ちょっとあの行って話したりとか、うん、できるとかっていうのもあったり、本当に自分も育ったし子供たちも育ててもらったし、子供たちの育ちによって自分が育ったっていうのがあって、実は今日、保育園の親父の会の人も今日来てくれてるんですよ、っていうそういうのもあったりとか、本当に恵庭の町の恵庭の人たちに僕は育ててもらったなっていうのを改めて思うし、で、まあ、その育ちの中だけじゃなくて、大学院っていう違う世界も知って、逆に今度恵庭を今度俯瞰して見れたっていうのもすごいありがたい経験はさせてもらってるなって思います。なんか一人で締めに入ってない。そうですまだまだ時間がないでまだまだ締めなくていいよまだまとめなくていいですそもそもでもどういう子だったんですか、小さい時は。小さい時ですか、高校生ぐらいまでは僕はあの4月1日生まれなんで、あの一番生まれが遅いんですよ。ああそっか、4月1日生まれだもんね。そう、4月1日生まれだから、すごい泣き虫な子でした。やんちゃじゃなかった。やんちゃじゃなかった、全然やんちゃじゃなかったです。あ、そうなんですね、はい、ずっと泣かされて。やんちゃなんですね。俺の印象はどっちかっていうとやんちゃなんだろうな、喧嘩売ってるタイプだろうってそうそうそう、で最近だとこうなんだろう、とんがってるとか、お前まあ、昔だとお前生意気だとか、あのお前出る杭は打たれるんだぞみたいな、そういうことを言われはしましたけど、最近だいぶ丸くなってきてるかなっていうふうには思ってるけど、多分周りはそうは思ってくれてないかなって。やっぱりみんなのこう 目的というか、うん、それとそこにどういうルートで進んでいくのかっていうのは共有できてた方がいいですね、うんうんうん、最近僕こう自分の理想のなんか街っていうのはちょっと、なんだろう、今 SNS でオンライン市役所ってあって、はい、地方自治体職員が入るっていう、
そういうコミュニティ、あの SNS のコミュニティがあって、うん、そこにも一回あの地域コミュニティのリーダーに学ぶっていうので喋ったことがあるんですけど、うん、そういうのをこう話してる時に全国のこう、まあ、とんがった職員たちが言ってたのですごい響いたのが、うん、あの20代女性に選ばれる街がこれから生き残っていく街だっていうのがあって、それにすごいああなるほどなって、あの、まあ、これから人口減少っていうのがどんどん始まっていくときに、やっぱり20代の女性が自分の仕事を持ってそこにこう住み続けたいって思う街が多分これからあの、まあ、人口っていう部分だけで見ていくと多分、どんどん人が残っていくような形になってて、で仕事もしやすい、子育てもしやすいっていう、そういう風な環境があって、で子供もそこで育てたいって思うところだったり、まあ、もしくは、そのまま女性のこうなんだろう活躍っていうのがこう将来見えるような街があの生き残る街なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。それ今日あの今日のこれ入る前に西川さんとも話したんですけど、やっぱりで、まあ、その時に思ったのが20代だけじゃないな、20代30代40代やっぱり女性がこう選びたい街っていうのが、まあ、特に若い女性あのこの前出てくれたズーちゃんとかがこうあの私たちがこう絵庭でこういう風な活動ができてる、だから住み続けたいんだよねって言ってくれるような、そんなような街がこれから理想の街になっていくのかなっていうふうに思ったりしてます。だけど現実恵庭ってさ、恵庭、うん、出身の子はいるんだけどあの今のおおむね30代40代のお母さんをやってる人って恵庭、うん、出身の人は少ないんだよね、うん、基本旦那さんの仕事の関係だとか旦那さんの実家だからって言って住んでる人が多いんだよね、うんうん、まあそれが悪いっていうわけではないんだけども、うん、だからそうだな、自分から選んで縁庭にっていうのは今はまだそんなにないだろうなって気はするけど、うんうん、俺が思うのは、あの選んで戻ってきてたり、うん、選んでここに住み続けてるって人は多いような気はするのと、うんうん、あと部分のに関して言うと、そういう人たちが結局さ縁庭で、結婚して子供産んで家建てて生きていこうとしたら、うん、恵庭で仕事探すの難しいんだよ、うんうん、あのパートみたいなことはあるけど、うん、正社員で恵庭で男の人が生きていくって言ったら、うん、やっぱ基本札幌のに出てくる、うんうん、でそうじゃない人は、うん、やっぱり恵庭で自営をする、うん、何かを始めるっていう風なことが必要になってくるんだけど、うん、なんだろうな、めぐみのってそういう人がいるんだなと思って、うんうん、自分で何とかする。そうですね、そうなんですよ、うん、でそれってさっき言った、うん、あの40年の間に、うん、要は町できて40年だから、今そこで生まれた子は40歳なんですよ、うん、でちょうど今商店街を形成してる人たちって、はい、その35前後の人たちだから、うん、めぐみの第一世代が今めぐみの商店街を支えてて、うん、その人たちって必ずしも親の仕事を受け継いでるだけではなくて、うん、自分で新しいものをやってたりとか、うん、そういう人たちが多いんだわ、うん、めぐみの、うん、他にもいっぱいいるし、ミュージシャンだとか、映画監督だとか、そういう自分でなんかね、仕事をちゃんとあの稼いで食っていける仕事を見つけるっていうのをめぐみ の人はやってるのは、うん、めぐみ の歴史の40年とちゃんとリンクしてるから、うん、だからそれも考えると、うん、本当に子育てからずっと40年間めぐみ の場合うまくいってるのを真似ができないのかなって。そうですよね、うん、まあ確かにプレゼンターとかも最初あったのめぐみのだったりとか、まあそこからどんどん育っていってるっていうところのまだ過程にあるのかもしれないですしね。でそれが、まあ、あの市の恵庭市全域にどうやって広がっていくかっていうのは、僕らは多分ずっと考えていかなきゃいけないことなんだろうなって思うんですね。その
20代女性が住むってことはちょっとジェンダーの問題と言っちゃいけないかもしれないです。結局子供を産むっていうところで大事じゃないですか。だからなんかでも恵庭って花の町で本の町で住むことにフォーカス、家で過ごす時間が楽しいようで、パン屋さんが多くてケーキ屋さんが多くって、カフェが多くて、そう、もうなんか女性にぴったりですよね、住みやすいっていう意味では明るいなってこれからはって思って聞いてました。それは思いますよね。やっぱり花の町づくりもそうやって、その家は古くなっても町並みは綺麗にっていうスタートが今も続いてて、でまああのこれにも出てくれた土屋さんとかがいて、でまあそこも多分もう代替わりもこれから始まっていかなきゃいけないだろうし、で読書の町も読書ボランティアの人たちとかも、まあ、その人たちの生きがいももちろん保ちつつ、世代もそこも交代していかなきゃいけないだろうし、でまあなかなかその今国際交流プラザとかああいったところが今40代とかにこう世代交代をあの徐々に始めてるんですけど、やっぱり今の40代子育て、下手すると介護、うん、でね、自分の仕事ってなっていくと、そう、そういう状況にあるので、そこが、もう少しそれぞれがそこまで頑張らなくていいんだよっていう風になっていけばいいかなって思ってみたりは、全部全力投球なんてやっぱりできないじゃないですか。でそれの中でこうメリハリをつけてやっていくっていうのが、それは男性も女性もそうだと思うんですよね、必要かなって思うし、それをこう恵庭の街っていうのを目指せるんじゃないかなって、意外とできるもんだよ、いやなんか起こし協力隊もないし、その山崎亮さんとか、中岡健明さんとか、他の市町村みたいな人を呼ぶわけでもなく、このポテンシャルってすごいなと思うんですよね。すごいですよね、本当にね。いらないもんね。さんにねみたいな人がいるおかげですよね。本当に。いや本当に、ねやっぱり久保さんがこうやってやってきてくれたことっていうのは、今もずっとね僕らは感謝してるし、本当にこれから。まあ、久保さんがね、どういう人にこう自分のこう譲っていくかっていうのも、まあ、そろそろ考えて全然ない、考えてない。あの基本、なんだろう、いろんな組織とか集まりって、あの一番最初が一番パワーがあるんだよね、できた時は。でその一緒に作った仲間が一番熱いのさ。あで その下を育てようって言っても、まあ、大概うまくいかないからいやでもそれ言ったらあれ、シボラーなんか中川純一さんがいて、横道さんがいて、山口晃弘さんがいて、あれはなくならない組織の中にあるからさそうでしょ、だから学校の部活と同じでさ、なるほど、ちゃんとこうジングリジングリになるようになってるから、だから野球が廃れたら野球部なくなるかもしれないけどもそういうんではなくっていうのだと、あのまあ市民活動は、あのその世代がいなくなったらポンと亡くなっても、何かの市民活動が違う形で出てくれば、なるほど、それでいいと思う、無理やりつなげる必要はない、そっか、さっさとやめた方がいいよさっさとやめた方から次が出てくる可能性は出る、あなるほど、だからそのためにうちらは種をまいてるっていう、そうなんですね、そうですね、そう種まくだけ、あたしなんです。なるほど。はい、種まく、いや種まくのもね本当に大変ですけどね。うん、でも種まくのは割と面白いよ。俺はあの小学生ぐらいにまいてるから。そうですよね。いやでも長くやるからわかるんだけど。その十数年前とかに小学校の4年生とか5年生に何かやってたやん、今はその子と一緒に活動してるんだから、考え深い、私すぎててそれってすごいと思う、ね、すごいですね、
全然言うことが聞かなかったやつが3年もしたらご無沙汰してますって言うようになって10年ぐらい経ったら久保さんそれこうじゃないのって言うから早いって時間なんてあっという間。いやそうですよね、うん、いや僕も自分の娘が今中学校3年生で、うん、ちょうどこうなんだろう今の恵庭市の総合計画って、うん、一番根本にある計画なんですけど、それのキャッチフレーズを第5期、うん、どうしようかって考えた時に娘にこう当時小4ぐらいかな、うん、娘に相談したら、うん、恵庭ってやっぱり、花でしょって、で水がいいしょで緑あるしょってで人がいいよねって、うん、でやっぱり 夢があってこれからも住み続けたいと思えるのが必要だよねみたいなことを言って、はい、それが今の、キャッチ将来都市像のキャッチフレーズのベースになって、でそれをこういろんな委員さんが、叩き直してくれて、で、花水緑人が触れ合い夢膨らむ町へ庭っていうのができた時に、いやすごいこう自分の子育てと彼女のこの育ちとがこうリンクしていった時はちょっと鳥肌もんでしたね、うんうん、そうですね、うん、いいね、うん、将来どんなになるんだろう。もう今何年生ぐらい。今中3、はい、中3ってこと14か 15?、うん、でもそれこそこの前も亜美さんに話したんですけど、うん、娘の同級生で、うんアルファフロンティアっていう、自分たちの会社を同級生が起こしてて、うん、株式ですよちゃんと。マジっすか。やばいですよあれ。おお本田圭佑とかにインタビューしてんですよ。おそうっていうのが。え、ニュアリーいるの。あ、その子たちは札幌とか。いや、うん、でも今ね、うん、中学生はちょっといないけど高校生で普通に起業したとかっていうのはあったことあるから、うん、なんか、アグラクロックの頭上だとね、うん、大学卒業してそのまますぐカフェ始めたとか、うん、だから今の若い子ってそれが できちゃう。そう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 、うん、いやだから、さっきも西川さんとも話したんですけど、うんうん、こう恵庭から世界へっていうのを一つキャッチフレーズに、これからの街づくりも考えたりできないかなって、うん、これもこう、大学院で学びながら思ったのが、こう今の、超一流になってる人って東京の人ってあんまりいなくて、まあ、野球とかだと大谷翔平とかイチローとかっていう、まあ、本当の超一流の人たちって地方出身だったりするんですよね。その地方出身からまあ、一郎だったら、愛知県から神戸に行って神戸から世界へ、で大谷翔平さんとかだと、花巻から、札幌来て札幌から世界へっていう風にどんどん育っていった。恵庭からこう世界へっていうのを一つこうキャッチフレーズにするとこう街づくりとかっていうのもすごい夢が出たりするのかなって。そうですね、うん、でそれだけの恵庭ってポテンシャルが多分あると思うんで、そんな話をこう今日の収録前に西川さんと話をしたり、できるのもまたそれも恵庭の街づくりの醍醐味だったりするのかなっていうふうに、何言ってんだよって笑われない土壌がありますよ、ね、そう、ね、恵庭から世界へって全然なんかあり得るから。だからそれが、いろんな分野、本当に芸術分野であれスポーツ分野であれ、そういう人育て人育ちっていうのをこう支えていける土壌が恵庭にはあるから、だから恵庭の町づくりって恵庭に住むのってやっぱり楽しい、 そこに関わっていくから、関わっていけばいくほどやっぱり楽しいっていうふうに思いますよね、うん、俺は自分が楽しいことしてるんですけど。市役所、あ、そうね、市役所の人がね、うん、支えてくれるからですよ。持ち上げて笑おうかなと思って。いや、そうやってね言ってくれるような、そんな職員を、まあ、僕も、職員の中の真ん中ぐらいの年齢なんで、自分より下年下の人たちに
から学びながら逆に、自分が学んできたことを伝えたいなっていうふうにも思いますね。分かったわ今ちょっとだけ、多分よそと違うのは市民との関係なんだけど、シャットアウトしないんだわ、シャットダウンしないんだわ、対話と議論が成り立つんだわ。なるほどなるほど。市の職員と市民との間で、だからそれが成り立ってるうちは、その結果がどう転ぼうが、コミュニケーションは取れてるんですよ。それをブツッと切っちゃうと、多分行政と市民は全然共同なんてできなくなる。結構諦めてません他の市町村の職員さんいるとは思うんだけど、その全体的な土壌が恵庭の市は持ってるんだと思う、だから受け入れるっていうか対話をしようとする職員が多いんじゃないかなと思う。やっぱり、なんだろう、その、現実 と、理想像とかがあって、そこに一直線に行くんじゃなくて、こういろんな人のいろんな議論が重なれば、それだけこう多分太い幹になっていくと思うんですよね。でそういうのがすごい大切で、それが、もう行政だけでガンって、現実から理想がこうだろうっていうふうに、ちょっと語弊あるかもしれないですけど、この道しかないみたいなことを言い出すと、やっぱりちょっと違うんじゃないのかなって、いろんな紆余曲折があっての理想像っていう風なのが恵庭の町っていうのは、あるのかなって思ったりはしますけどね。しまったね、しまいましたね、バッチリしまったね。ありがとうございます。いや楽しみ。いやね、本当に今日実はいろんなこう人が来てくれたりとか、こう多分いろんな人が見てくれたりしてると思うんですよね。すごい本当にありがたいなって、本当にこう恵庭で職員やってきてよかったなって、恵庭で暮らしてきてよかったなって思います。改めてありがとうございます。こんな場にまでこう、また作っていただいて、ちょっと時間あっという間だったから、なんかいつか第2弾とか、ね、あっという間でしたね。何人か他の人も連れてきてとか、そうですね、やれば、図書館24時みたく、市役所24時みたくして、飲める場を作ってください。いや、実はそれも、今職場でこうたまに職場の後輩と話したりするんですけど、会議室とか、6時以降、空いてるのってもったいなくない？って、そうですね、そう、っていうのも、いやこうそれこそ職場でこう、ね、このコロナの時期に飲んでたとかっていうようなのもあるけれども、そういうんだけじゃなくて、このコロナのが落ち着いたら、そういうのもこう一つ街づくりの土壌として許されるような、そんなようなところがあってもいいかなって思った。コロナ明けだからこそ、205室は俺の部屋。今ね、201、202とかもありますしね、ああいう場をもっと土日とか、土日も使えたり、できるようになればいいかなって思ったり。楽しみにしてます、プレッシャーを。でもそれって市役所だけじゃなくて学校とかも、実はね、学校の教室って子どもたちだけのためじゃなくて、地域にもどんどん開放していっていいんじゃないかなって。だから学校ってやっぱりコミュニティの全ての核になったりするんじゃないかなっていうふうに思ったりしますけどね。よし、終わるぞ。はい、これ以上引き延ばしたら大変なことになる。ありがとうございました。これ以上は、オフレコの方で進めさせてもらいますので、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。